イラク海軍はイラク軍を構成する軍隊の一つ。その主な役割はイラクの海岸線と海洋資産の保護である。当初はイラク沿岸防衛隊と呼ばれており、2005年1月12日に現在の正式名称へと変更された。2011年2月時点で海軍には約5000人の水兵と海兵隊が所属しており、作戦本部5つの海上小艦隊、 二つの海兵隊大隊を構成している。ムハンマドジャード海軍少将が率いる海軍はバグダッドであるウブール旧小海艦,艦艇を6隻建造する計画を有しており2005年9月に最初の船が就航した。しかしこのプロジェクトは最終的にキャンセルされた。さらに1980年代にイタリアによってイラク向けに建設された二つのアサド級コルベットは 2006年から2007年頃に納入される予定であった。しかし、これらの船は当初想定されていたよりも悪い状態にあることがわかり、イラク海軍は取引を再検討し、代わりに4つの新しくより小型に修正されたディシオッティ級艦船を購入することを余儀なくされた。サダム・フセイン時代のイラク海軍が運用するイギリスのコルベット模石とソ連の紹介艦艇一隻は、 1991年の湾岸戦争と2003年のイラク戦争でそれぞれ破壊された。イラク海軍は沿岸水域の防衛が主な任務であることから人、石油、武器の密輸を防ぎ国の石油プラットフォームを保護するため主に小海艇が必要となりこれらは高速戦闘艇によって援護される場合がある。小海艇には 車線迫へと乗船するための複合艇を射出する機能が求められ、また、巡視能力を向上させるヘリコプターを収容できる場合もある。イラク海軍は2番目の海兵隊大隊を設立中である。2016年、イラク海軍は現在の艦隊を維持するために船舶保守会社に金銭を支払った。2019年、イラク国防省はバスラ県に 新たな海軍基地、オーファブ港を設立するとの声明を発表し、同声明では、大ファブ港は、イラク最大の軍事海軍基地になるとされている。イラク海軍は1937年に、バスラを拠点とする小さな4隻の部隊として設立された。1937年から1958年の間は主に河川を中心に活動していた。 2003年まで使用されていたバース島時代のイラク海軍機1958年7月14日の革命後、イラク海軍は勢力を拡大し始めた。運ムカスル港を運用上の本拠地とし、アラビア湾海洋楽アカデミーがバスラに設立され、戦争及び工学海軍研究の学士号を提供した。1988年までに、 海軍は5000人の部隊に成長した一方で1980から1988年のイラン・イラク戦争で果たした役割は比較的小さなものだった。海軍の多くは真珠作戦中に破壊された。1977年から1987年の間にイラク海軍はソビエト連邦から P-15 対艦ミサイルで武装した大阪型ミサイル艇を8隻受け取った。 また、ルポ級、フリゲート4隻と、アサド級コルベット6隻をイタリアから購入したが1990年のイラクのクウェート侵攻を受けた国際的な制裁によりこれらは引き渡されなかった。1991年の湾岸戦争で、イラク海軍は、ほぼ完全に破壊された。部隊は19隻の船が沈没し6隻が損傷し、合計で100隻以上のイラクの艦船が破壊された。 海軍は再建されることなくイラク戦争で、ほとんど役割を果たさなかった。一つの例外は、アルファを攻撃中に、米海軍と沿岸警備隊の部隊が巧妙にカモフラージュされた、機雷不接戦を栄光するタグボーとジュマリーヤと、それ自体が機雷不接の機能が取り付けられているタグボーとエールラヤの二隻の機雷艦艇を打破した。 2002年後半までに残った部隊の大半は、整備状態が劣悪で乗組員も、まともに訓練されていなかった。1991年以降に残った部隊はすべて、主に、チグリス川のサダムの宮殿を掘るために使用された。2004年1月、イラク沿岸防衛隊が正式に最初の214人のボランティアの訓練を開始した。2004年9月30日に、アイクフードは、 イラクの海岸線を守る責任を引き受け、実際の巡視任務が翌日の2004年10月1日に始まった。2008年11月11日、ムハンマドジャード海軍少将はクウェート海軍基地で歴史的な法的拘束力のないコールアブド・アンラープロトコルに署名した。このプロトコルは北部湾岸地域、特にイラク領海内で、 アルバスラ石油ターミナルの防衛とイラクの海上境界線の擁護のために活動する第158合同任務部隊を率いていた2008年のイギリス王立海軍の構想である。これらはコールアブド・アンラースイロでのクウェートとイラクの海軍間の衝突回避を支援する法的拘束力のない軍事協定で、 英国水路部の以前の海図に反映されており、カー総合運用海図と解明された。プロトコルは、イギリス海兵隊の法廷弁護士によって、開発、作成及び調整が行われた。イギリス海軍のデビッド・ハモンド中佐は、クウェート海軍とイラク海軍の両方のトップ及び、スタッフと共に働き、2008年5月8日に、イギリスのフリーゲート艦、チャタムの艦上で、 最初の歴史的な会議を行った。プロトコルは、バーレーンを拠点とするアメリカ海軍中央司令部の司令官、ウィリアム・ゴートニー海軍中将の立ち会いのもと、2008年11月11日に、クウェート海軍基地で歴史的な批准と署名が行われ、両国間の協力と調整を強調する、この地域での揺るぎないサクセスストーリーであり続けている。2010年4月30日に、 イラク海軍は、コールアルアマヤとバスラの石油ターミナル並びに、運ムカスルとアルズバイル港の保護に対する責任を、引き継いだ。イラク海軍本部、バグダット、運ムカスルに移転した可能性がある。運用本部、運ムカスル海軍訓練センター、運ムカスル海事アカデミー、バスラ潜水艦隊、運ムカスルリブ、パトロール中隊、運ムカスル PS701、 PS702、PS703、PS704 PS PS、PB301、PB302、PB303、よび 5XU、IPB。パトロール中隊、計画中パトロール中隊、計画中パトロール中隊、計画中小舟隊、運務化するアメリカのディフェンダー級小海艇の、小艦隊。支援、補助艦艇、運務化する第一海兵隊特殊部隊大隊。 バスラログ式2010年12月に第1、海兵隊と名付けられ、バスラログシティに移転した。2011年に定員に達する。第2海兵旅団特殊部隊大隊、計画中予定、運務化する、イラクの運務化するで、初の航海を祝うイラクの船員たち石油、掘削プラットフォームと運務化する港を守る、イラク海軍大隊の800人に加えて、1500人の船員都市官がいる。 イラクのプレデター急症改定1980年代にイラクは合計6隻を注文したが1991年の湾岸戦争後に課せられた武器禁輸措置の結果として納入されることはなかった6隻のうち4隻は最終的に1995年10月にマレーシア王立海軍がラクサマナ級コルベットとして購入し残りの2隻はラスペツヤで棚上げにされていた 26年後の2017年5月19日に残りの2隻がイラク海軍に引き渡されることが報じられた。2隻は最終的に反潜水式の重量物運搬船 A でトレーダーに乗せられて5月22日にラスペツヤを離れ2017年6月にイラクに到着した。サエッテア型小海底2006年2月15日に イラク海軍は4隻のサエッテアマーク4級海洋巡視船の供給を受ける1億100万ドルの契約をイタリア政府と結んだ。これはもともとイタリア沿岸警備隊が使用していた回収されたリシオッティ級の海洋巡視船である。船はリバトリゴゾのフィンカンテリによって建造され収容乗員数が38増加するなどの変更が加えられている。この契約には 各乗組員が7週間のトレーニングコースを完了する乗員訓練と広報支援の提供も含まれている。イタリア海軍との協力で各種運転乗員にはリボルノのアカデミーで1週間の環境シミュレータコースが提供される。イラク海軍に引き渡される前のイラク巡視船2009年5月に最初の巡視船ファタハがラスペツヤのマジアーの造船所で引き渡された。 乗組員は2009年1月以来訓練を受けており、それから地中海、スエズ運河と航海を経由する20日間、5000回里の運務カスルへの旅に出発した。そこで追加の訓練を終えた後、船は新規乗組員の訓練役に戻る予定のイギリス海兵隊からパトロール任務を引き継いだ。船舶は排他的経済水域のパトロール、 海上交通の制御及び捜索救助及び消火活動に使用される。2009年9月、イラク海軍は、ルイジアナ州モーガンシティの造船企業スイフチップスに対して、モデル 35PB1208E-1455 海洋巡視船9隻の建造に関する1億8100万ドルの契約を締結した。船舶は、 対外優勝軍事援助のもとで購入された。イラク海軍は、年末までに2隻の60メートル海洋支援船を建造するための1億900万ドルの契約を締結する予定であり、FMS プログラムは8200万ドル貢献する。船舶は、迎撃艇及び60隻以上の高速攻撃艇に、石油プラットフォームの安全を確保するための広報支援を提供する。 27メートルプレデター急症海底5隻は、ブミナミ高速船舶工程、古墳有限講師によって建造され、2002年に引き渡された。これらの船は、新生アイクッドフの最初の船であり、石油食料交換プログラムの下で購入されたが、軍事的適合性のために2003年までイラクに入国することを許可されなかった。船には、キャンバーと、 わずかなフォアシアーを備えた一つの連続したフリーボードメインデッキ、一つのデッキハウスと操舵室がある。メインデッキの下の船体は横隔壁によって4つのスペースに分割されている。海上試験条件下での船舶の速度は32ノットで乗員数は14人。2006年9月、イラクの海運会社がイラクの水上輸送会社から購入した新しい船を納入する。 2010年3月、イラク海軍は、フロリダ州タンパにある、リバーホークファーストシーフレームズ LLC と60メートル海洋支援船2隻の FMS を通じた7000万ドルの契約を締結した。2隻は2012年12月20日に引き渡された。伝えられるところでは、イラク海軍は、海上偵察支援のために近い将来 UAV のスキャンイーグルを購入する予定である。 正確な数と納期は2012年1月の時点では、まだ不明である。ありがとうございます。